ついにこのチャンネルの登録者が1000人を突破したぞ。思ったより早かったねー。2ヶ月ちょっとで1000人というのが、一般的に早いのか遅いのかはよくわからないが、以前のチャンネルが1000人突破するのに、1年くらいかかったことを考えれば、それよりはずっと早いな。何にせよおめでとう兄者。これも視聴者の皆様のおかげです。大変ありがとうございます。それで兄者、今日はやっぱり、X チャレンジの第2ステージを実況、解説するぞ。うっす。最初のコンビはこの二人、ストームイグリードと、ストームフクロールだ。ストーム兄弟と呼べそうだね。あるいはモーキン類コンビとも言えるな、このコンビ。というかこのステージは、武器選択が非常に悩ましい。なして？後先のことを含めて考えるといくつもの選択肢があるんだ。まずこのストーム兄弟に対して、弱点をつくかつかないか、弱点をつくならどちらにつくべきか。ここで弱点をつかずに倒せば、後半戦で弱点武器を2つ保持できて、時間がかかる後半戦を早めに終わらせることができる。だけどさ、この動画の方針としては、少しでも簡単に倒せることを前提に進めた方がいいんじゃない？それもそうだな。参考にすると米してくれてる人もいるわけだしな。それでどっちの弱点をつくのん？イーグリードの弱点はカメレオンスティング、フクロールの弱点はエイミングレーザー。前者の場合当てやすくはあるが、イーグリードの動きを止める効果はない。ダメージがバスターより大きいだけだ。後者の場合、イーグリードとフクロール同時にダメージを与えられるし、フクロールの動きを止めることもできる。しかし、狙いを自分で定める必要があるため、操作が難しい。これからプレイする人のことを考えるなら、当てやすい方を選んだ方がいいんじゃない？正直どっちが初心者向けとも言えない気がするんだよな。カメレオンスティングは確かに当てやすいが、フクロールが結構な体力で残る。フクロールは本気になったら、割と厄介だから、早めに倒したいのもまた事実。だからどちらの方がいいとも言えない。なので今回は、エイミングレーザーで先にフクロールを片付けることにする。ふむふむ。これでよし。ちなみにカメレオンスティングは、次のステージでも役に立つ場合があるが、そのことはそちらのステージで解説しよう。そうだね。では、始めよう。スーパーファミコン時代と PSSS シリーズのボスなのに全く身長差がないというのはすごいな。確かに同じくらいに見えるね。十字ボタンの上下で狙いを定めるんだったね。うまく扱えればこれほど心強い武器もない。狙い方としてはある程度前方に照準をセットしておき、フクロールの位置によって上下に打ち分けるといい。今みたいに偶然イーグリードも狙えると2度美味しい。イーグリードは本気モードがないから、追加でダメージをいくら与えても脅威にならない。X2 までのボスはそのことを考えると、倒しやすい部類かもね。変化がないとも言えるけどな。順調にライフが半分ずつ減ってるね。1対1ずつが基本のこのモードでは珍しい状況かもな。こんな風にうまく減らせないことの方が多い。今みたいに接近された状態だとロックオンできないのが辛いところだ。プレイヤーの腕でカバーするしかないね。フクロールの撃破まであと少しだ。思った以上にダメージを食らったね。俺の腕もまだまだだな。フクロールを撃破だね。奥の手を使われずに倒せて幸いだった。残るはイーグリードだけか。このライフならもう終わるな。ほとんど時間差なしで倒せたら絵的には素晴らしい動画になるんだがな。まあそこまで欲張っても勝てなきゃ意味ないよ。まあな。
叫びは。そして落ち始めるデスログマー。ボスが倒れたからって落ちることないのにね。さて、このステージで最も難しい奴らが来たぞ。ペガシオンとタイガードか。何が厄介って、この二人、タイガードの部屋で戦うことになるんだよな。ものすごく狭いよね。しかもどっちも図体がでかいから、まともに回避行動を取るのが難しい。おそらくボリューム1最大の鬼門だ。まだステージ二つ目なのに？ガチで上手い人はそれでもかわしきれるのかもしれんな。残念ながら俺にそれだけの実力はないが。兄者割とやり込んでる方だと思うけど。所詮俺はただの人間。精密機械のような腕を持つ人にはかなわない。なんか、いろいろ誤解を招きそうな表現だと思うんだけど。そうか、褒めてるつもりなんだがな。そういえばさっき、カメレオンスキングアルトここで役に立つって言ってなかったっけ？もちろん説明するつもりだ。ただここではうまく説明できない。バトル中に説明しよう。了解。ここはマジで立ち回りがわからん。うまく立ち回ってるように見えるけど、自分では全然立ち回れているように思えん。こいつらのそれぞれの動きはわかるが、この狭さだと全く見えん。これをノーダメージで攻略できる人は、脳みそが2つあるようにしか思えん。確かにアクションやシューティングの達人って、何が見えてるのか不思議に思えちゃうよね。ただでさえ無敵時間が邪魔なのに、なんで無敵になる技なんてあるんだよ。このチャレンジやってると、割と本気でその辺ムカつく。チャージスピニングブレードのゴリ押しで、とりあえずタイガードを撃破。あとはペガシオンを倒すだけだね。大体だと本当にどうにでもなるやつなんだがな。ものすごく動きが単調だもんね。厄介なのが、確かにこれは厄介だね。カメレオンスキングを温存していれば、チャージすることによって完全無敵になることができる。この狭い部屋の中での突進攻撃を完全に回避する自信がなければ、エイミングレーザーの代わりにカメレオンスキングを選んだ方がいいかもな。特殊武器を攻撃のためじゃなく回避のために使うってことだね。カットしてあるが一回多品でいるので、今回は余裕を持って倒すことができた。次で最後だね。さっきとは別の意味で厄介な組み合わせが来たぞ。イカと貝のコンビか。魚介類コンビだな。ボルトクラー剣は弾幕が激しく、シールドナーシェル弾は防御がきつい。どちらを先に倒すべきかといえば、やはり弾幕がきついクラー剣だな。ま、そうなるよねー。というわけで、ここもタイガード、ペガシオンコンビ同様、特殊武器チャージのゴリ押しで、一気にクラー剣を沈める。ゴリ押ししきれるかな？ノーマルならなんとかなる。ハードだと無理かもしれないが、シェルダンはどうするの？地道に戦うしかない。というわけで、第2ステージ最終戦、行ってみよう。ボルトクラーケン、シールドナーシェルダン。ちなみに一度負けているので、この動画は2戦目です。ジェルシェーバーが減ってるからね。わかりやすすぎるくらいのゴリ押しだね。上の方に登れば、多少は回避できるかもしれんが、ノーマルならこれでも十分だ。
ヘルチェーバー足りなくなってるじゃん。負けた試合の時に勝てると思って勝っちゃったんだよな。とりあえず倒せたから問題なし。アニジェのプレイには丁寧さが足りないな。ならお前やれや。ねえ、これずっと続くの？ずっと続くぞ。才能変わらか。X6 にはこういう決まらんボスが多いんだよな。制作期間が短いせいでこうなったらしいが、1年に1回なんてハイペースで作らなくていいから、時間かけて、いいものを作ってほしいと思うよ。ちなみにこいつの弱点はメタルアンカーで、それのチャージ攻撃を使えば、一応短時間で撃破できる。しかし、クラーケンも倒さないといけないから、特殊武器の選別に悩まされることになるんだよな。嫌な選択を迫ってくるね。そろそろ倍速で行くぞ。この状態になったら接触事故が怖いのでしゃがんで黙っているのがっち。パターン変化したら変化したで、今度は黙っていた方がいいとか。なんで戦っていてしんどいボス出したんだろうなとか言ってたら、絶好の攻撃チャンスが到来したぞ。ようやっとまともにダメージが通るようになるのか。そしてこちらが貝のようにまた黙る。うでー、しんどい戦いもようやく終わりだ。残り時間4分台、マジでやめてほしいね。こういうボスマジでやめてほしいが、実はまた戦うことになるんだよな。意地悪すぎやろ。スコア集計の時間だ。今回は Wi-Fi 大丈夫？大丈夫だ。まあ、俺の実力じゃこんなもんだろう。ラストの回のせいだね、この遅さは。ご視聴ありがとうございました。よいロックマンライフを。よいロックマンライフを。